小林慎一郎は JRA 立党トレーニングセンター所属の調教助手で元騎手。父は元調教助手でライターの小林恒弘。2000年第16期生として JRA 競馬学校騎手課程を卒業中尾健太郎級者所属騎手としてデビュー。同期には梶明弘、金子光、月、鈴木直人、と田島翔、西原玲奈などがいる。 目標とする騎手に、松永美紀夫の名を挙げ、1年目に14勝をマークし、関西放送記者クラブ賞を受賞、3年間で39勝を記録した。あと、旧社解散に伴う所属変更やフリー転向を、ヘルが特筆すべき実績はなく、迎えた、騎手生活10年目となる2009年、グロリアスのアに騎乗し、自身9年ぶりとなる特別競争勝ちを記録。 翌2010年には、同馬とのコンビで、ネギシステークスを制止重賞初勝利を挙げたほか、人ともに、初の日本国外レース参戦となる、ゴドルフィンマイルへの帰場を果たした。なお、ゴドルフィンマイルに帰場した、日本人騎手は、松永美紀を竹豊に次いで3人目、平地の G に競争に帰場するのは国内外通じて、これが初めてであった。 2012年12月20日を最後に騎手を引退し、おとなしひで旧社の調教助手に転身した。ありがとうございます。